遥かが分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。誰しも引っ込んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流してたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組のやつらだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。
みてえなやつ見てるとよ、腹立ってくんだよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
久しぶりやの。キリちゃん、わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。キリちゃんならわかるやろなあ。笑いどころやないか。笑いや、これボケやめろ。ああ、はるかを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおるわ。言うたやろ、キリュウちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや、キリュウちゃん。行くで、勝負や。Let's go!
Thank you.
勝負はついた。はるかを返せ。アホ。死ねや、キリュウ。おやじ。なんで？キリュウちゃんはな、俺の獲物や。この。こいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジマ、おやじ、おやじ、おい、救急車だ、早くしろや。おじさん、はるか、怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん。縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ、キリュウ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん。大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。ううん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。うん。何者なんだ一体。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。Ha ha ha.
おい待てこら。はい、おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か。おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな。なんでそんなことした。おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが。筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口利くんじゃねえぞ。返す気か。すみません、本当にすみません。この詫びは縁故でも詰めて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。はあ、すみません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 。風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。気流ならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キリュウちゃん今日はどうするの？何か新しい手がかりを探さないとな。町に出てみるか。大丈夫？キリュウちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。
私、河原のもんでモグサって言います。今、花屋さんのところで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。どうもボスの身内にトラブルらしいんです。ここんとこずっと機嫌悪くって、でも私らには何も話してくれねえんです。花屋に家族が？大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。マイって言ったな。覚えてるぜ。ごめんなさい。許して。私ただの使いっ走りなんです。今ならこないだの店開いてます。だから仕返しならそっちに。それじゃあ。おお、これはこれは。この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました？
その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんなら、お帰りいただくほかねえやな。上等だ。勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。Huh!